はい今回「尊王攘夷運動」見ていきます。幕末にでこれもともとね何なのかということなんですが尊王論と攘夷論これを合わせた動きということになってきます。それぞれ意味が違いますのでまず見ていきますね。尊王論っていうのは水戸学に大きな影響。まあ水戸学っていうのはもともとね水戸光圀さん徳川光圀さんが始めたわけですが日本の統治者歴史を紐解いてみれば天皇だったじゃないか。 だから天皇は尊敬すべき幕府じゃないよねということ。それで、攘夷論に関しましてはもともとは儒教の名分論から来ておりまして「異敵」まあ、これ中国の言い方になりますが周辺地域その野蛮人たちはもうねダメだよねというふうな考え方それが転じましてですね外国人排撃という意味を持ってくる特に当時っていうのは不平等な条約押し付けられたりっていうので日本人非常に反発を持っていた っっっててていいうので、ね、このでこ運動ってのは高まっていく。じゃあその上位を誰がやるべきかそれはですね幕府なぜならばトップは征夷大将軍だよね遺敵を征服するなのにお前何やってんだよもうこんな幕府は用済みだねっていうのがのの上位運動の論理展開とということになります、まあ幕府からしてみたらねそんな無茶言うなと言ったとこですよねもう形だけなのにねこの名前。 そもそも坂上の田村麻呂が映像征服とかそういった時代なのにねむちゃくちゃなんですがまあこのような形で尊皇攘夷運動は展開していくちなみにですね当時尊皇攘夷運動の中心になったのは長州藩一方で薩摩藩は前見たように後部合体論という形で幕府を倒すつもりはない幕府を利用してね薩摩藩の力を伸ばしていこうという形です なので長州藩と薩摩藩は仲が悪い対立関係にあるこれをね前提に今回の話見ていってくださいではいきましょうはい「尊皇攘夷運動の高揚と挫折」いきなりネタバレですよね盛り上がってるけども失敗に終わってしまうまあ見ていきましょう最初に動いたのが尊攘藩の中心である長州藩 しっかりこれは押さえておいてくださいね尊王攘夷運動の中心は長州藩です彼らは朝廷に交錯しますもしですね幕府が倒されたとなったら天皇の世の中になっていく朝廷の方だってかなりプラスで特にですね今回三条実富っていう人物彼が大いに関わってくるぜひ知っていてください さあそして彼らは言うわけですなぜ幕府は上位をしないのか将軍ちょっと来いやというわけですで時の14代将軍家持を京都に呼びつけてですねさっさと上位をしろというふうに言いつけるで家持ですが天皇に対しましてね分かりました5月10日をもって必ず上位を決行しますっていうふうに誓います。 全くやる気ございいいませんそのの場しのぎもいいところでもこうなると実行されなかったら長州藩の立場がなくなっちゃいますよね。なので長州藩は仕方がないので単独で上位を決行する。具体的には下関でアメリカフランスオランダの船を砲撃するというふうな形になってきます。さあこうしたね長州藩の暴走とも言えるような動きに対して待ったがかかる。 一つが8月1863 18年の8月18日に起きたのでこのような名前がついておりますが主役は薩摩藩藍津藩を誘いまして長州藩勢力を京都から追放する薩摩にとってはもし幕府が潰れるとせっかくですね文久の改革で公部合体を進めその功績で幕府に食い込んでいこうっていう薩摩藩の政略っていうのが全部無駄になってしまう。 ななので必死になって追い落としたわけねこの時に先ほど出てきた三条実富そういった人たちも同じく京都を去る長州に下ります有力区営7名が下ったということで七強落ちという,ふうに言っておりますそしてもう一つこちら幕府が動きました池田屋事件京都の池田屋っていうところに過激な尊重派が集まってるなんと彼らは一橋義信の暗殺を計画してるんだと,という名目で「 あの文級の改革で設置した京都守護職が動く具体的には新選組を送ってですねその尊上派を襲うついにねあの新選組が出てくるということになる好きな人大好きですよねただ残念なことに日本史の教科書ではここぐらいしかねちょっと出番がないと言ったところですのでぜひね彼らの出番覚えておいてあげてくださいでかなり不利になった尊上派は今度は各地でテロ事件を起こすと。 いいう風な形で対抗していく具体的にはこの3つ「天中組の編」「幾野の編」そして「天狗島の欄」まあ、それぞれねこういった形で説明書きが教科書ありますが大切なのは全て失敗に終わっているということ、まあ、なぜ失敗なのかっていうと、まあ、それぞれありますが共通点としましては「農民民主の支持が得られなかった」まあ、これにつきます。なんかね 偉い人がねわーわー騒いでるけども俺たちにとって何のプラスもマイナスもないよねという形で参加してくれなかった目的がなかったらね命かけれませんからねさあそうした中で最も重要なのが金門の変別名はまぐり御門の変前の池田屋事件でボコボコにされた尊攘派の中心である長州藩が威信をかけてですね京都に攻め上がってきたで、戦いの舞台がですね御所の金門と。 呼ばれるところだったんで、この金門の変というわけですが、まあ、結論から言うと、薩摩、会津、桑名藩に阻止されてしまう、一気に尊上派の勢いは弱まってしまうということになります。ちなみにね、この金門っていうのは、今もね、ちゃんと存在しておりまして、よく見たらね、柱のあたりにですね、銃魂の跡が残ってたりすると。で、別名、はまぐり御門の変ですが、これ、今開いてるんですけども、当時はよっぽど緊急時じゃなかったら、基本的に門開かなかったんですよね。 でじゃあ、緊急時で何かって言ったら火事とか。なので、火事が起こったらこの門は開くっていうのをですね、ハマグリは普段は閉じてるけれども、火でね、炙ったらパカって開くっていうことから、ハマグリとなっております。まあ、これは余談の類ですが、結構有名な話なんで知っててもいいと思います。さあ、ここからはね、尊上派の挫折、難しいということを身をもって知ることになる。1つ目が、この出来事、撮影戦争。 薩摩藩とイギリスが戦争する考えたらとんでもないことですけどもなんで薩摩藩が戦争しないといけないのかこれはあの事件の報復生麦事件ってありましたよね島津久光がイギリス人をぶった切ったそれに対しましてもイギリスはもうカンカンになりましてね戦艦7隻を送ってきて攻撃を加える完全にボコボコにされて鹿児島の市街は火の海になる薩摩藩はねどう見ても外国を追い出す 上位なんて無理という,ふうに悟るわけですでさらにこの事件によりましてもともとね原因作ったこの男島津久光は一気に薩摩藩で影響力を失う代わりにじゃあ何者が出てくるかっていうとついに彼らが出てくる西郷隆盛大久保利通後に威信の三欠と言われるうちの2人彼らが歴史の表舞台に出てくるということになります。そういうい意味ででも撮影戦争で重要ね さあ一方ね、尊上派の中心たる長州に対しましては、長州政党というのが行われる、歴史上2回行われるんで、今回ね、第1次とありますが、これは落とし前つけろというわけです。あの、金門の変、天皇様のおそばで、何それやお前らということで、幕が中心、といってもね、主力は薩摩藩ですが、長州藩をね、みんなでしばきに行くということになります。そりゃもうね、長州藩、勝てるわけない。 でこれによってですね、長州藩、すんませんでしたーって、ね、言って、幕府にペコペコってしていく。一旦ここで、長州藩の尊重派っていうのは力を失う。長州藩はもう幕府に従いますよ。っていうふうに、一旦なります。3つ目がこちら。四国艦隊下月砲撃事件以前、長州藩が家持ちが動かないっていうので、単独で外国船を砲撃しましたよね。 その報復攻撃を食らううとということになりますイギリス、フランス、アメリカ、オランダまで加わった連合艦隊が下関にやってくる、そしてもう、ルボッコにされるんですね。オらー、ほらー、ほら、そしてオランダまでが、オラんだ、みたいな感じでボコボコにされてしまう。こちらね、有名な写真ですが、こんな、ね、記念写真まで撮られちゃった、ここ、下関ですからね。 写真よく見たら日本人じゃなく外国人の兵士ばっかりというのがわかると思います。で、今回の出来事、そしてね、前の撮影戦争で日本はもうこれ絶対上位は無理だという風になりました。ここにね、尊能上位の方の上位は消えたという風にお考えください。さあ、続けて列国の動向。こういったね、尊能上位運動の挫折とともに外国も、 大きくく動いてくる。まずは条約の直挙を取りに来る。ここでいう条約っていうのは日米修好通商条約あれは井伊直輔が独断で結んだ公明天皇の許可なかったですよね。でそれをですねちゃんともらいに来るもちろん力ずくでですけどね兵庫の沖に艦隊を送ります。ターゲットは公明天皇。じゃん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 とやってくる。 これはさすがの公明天皇もですね、抗えない、と許すということをせざるを得なかった。で、さらにですね、改税役所の調印。これ何かって言ったら、関税に関しましてもう一回改めましょうということです。今回ですね、関税率,率、一律5%に引き下げ。前20%だったからね。で、これって日本にとっていいことか悪いことかわかりますかこれあっ 的に悪いことですよ。外国からの輸入品これに税が5%しかかけられなくなった国内の産業を守れないということですからね不平等が拡大したというふうに解釈しといてください。こちら撮影戦争の落とし前をつけるというね意味合いもありました。これで許してやるぞということね。 でそうした中で大国であるイギリス、フランスが結構面白い動き見せるんですよね。まずはイギリス。当時、イギリスの公使、パークスっていう人いたんですが、彼はですね、薩摩、長州と戦って思ったんですね。やつら結構骨あるなと。彼らにですね、まあ、以前のことは忘れましょう。でですね、というので、彼はですね、こんなことを無双するわけですね。 この薩摩藩と長州藩が結びついたら面白いことっていうのは幕府が潰れて新しい世の中になるそうしたらですねイギリスっていうのはもっと日本に食い込めるんじゃないかということです一方でイギリスのライバルであるフランスロッシュっていう人がね講師だったんですが彼はイギリスと同じことしてたらね勝てませんよね ただでさえフランスっていうのは日本にやってくるの遅かった。なので彼はあえて幕府を支持することによってフランスの力を食い込ませようとする。そういった戦略を取ります。で大切なのはイギリスは薩長に接近フランスは幕府を支持していく。これは後の歴史にも大きな影響を与えるので確実に押さえておいてください。はい、え今回の動画は以上になります。 ご視聴ありがとうございました。次回につきましては、倒幕運動の展開、いよいよ本格的に幕府を倒していくというような動きになってまいります。まあ、非常に興味深いところですが、今回の内容が分かっているのが前提になりますので、しっかり復習して次に臨んでください。ではでは。